北朝鮮を攻撃する材料作り成功しているって感じ？日本経済新聞2019年3月15日。北朝鮮非核化交渉の中間警告。ジョンが声明発表か？記事によりますと、ロシア国営タス通信によると、北朝鮮の外務次官のオバハン、チェ・ソンヒがですね、15日。平壌で記者会見し、2月末にベトナムで開かれた米朝首脳会談でのアメリカ側の非核化要求は受け入れられないとの立場を表明。交渉中断を警告した。非核化せえへんねや。って感じやな。もうええやん、やったら。キム・ジョンウンが今後の対応について近く声明を発表するとしている。まあ、非核化する言うて約束したんちゃうか、これ言うて。なんかできるね。ワクワクしちゃう。楽しみですね。で、トランプアメリカ政権への牽制の可能性もあるが、実際に非核化に逆行する行動を取ったり、そうした兆候を示したりすれば、米朝の緊張が再燃する恐れがある。外務次官のチェっていうオバハンは、我々はいかなる形でもアメリカの要求を受け入れる気はないし、このような外交には携わりたくないと述べた。もうね、何も話せんと、ガツンとやったらええんちゃうもん。キム・ジョンウンとトランプ大統領は2月27日から28日、ベトナムの首都ハノイで2回目となる米朝首脳会談を開催。キム・ジョンウンは、ノーピョンの核施設廃棄など部分的な非核化措置を引き換えに、国連制裁の多くの部分の解除を要求。包括的な合意を目指すトランプ大統領は、不十分だとして応じず、事実上決裂した。北朝鮮では、北西部トンチャリで、ミサイル施設復旧の動きも表面化、関係国が動向を監視している。で、もう一つテレ朝ニュース。3月16日、北朝鮮大統領側近が交渉妨害。ボルトン氏は反発。外務次官のオバハン知恵がやね。アメリカとの協議の中断を示唆して、トランプ大統領の側近を、名指しで非難。非難されたボルトン大統領補佐官は反発。北朝鮮の外務次官のチェっていうオバハンが、はっきり言うが、現在の強盗のようなアメリカの姿勢は、事態を間違いなく危険にさらす。我が最高指導者が間もなく決心を明らかにすると見られる。で、チェっていうオバハンが、2回目の、米朝首脳会談が物別れに終わったことについて、ポンペオ国務長官とボルトン補佐官が敵対と不信感の雰囲気を醸し出して、交渉を妨害したと非難しました。で、ボルちゃんめっちゃ冷静やな。ボルトン補佐官は、それは不正確だと否定しましたが、反論する前に政府内でもっと話したいと、詳しい言及は控えました。もうそうやねん。いちいちな、すべてをベラベラベラって話さず、お前めんどくさいねん、わら言うて、何が悪いとかをもう指摘せんと、無視しておくのがいいと思うよ。揚げ足取ってくるからな、マスコミとかな。まあ、しかし、そろそろ、攻撃、報復、反撃、まあ、何でもいいから、やってもらいたいとか思ってしまう？待ちくたびれて首がキリンさんになってるよな。もう、キム・ジョンウンは、この世お猿さんでもいいんちゃう？この世お猿言うてんな。チャウチェスクのように楽しい映像が残るとええなって思ってしまうねんけど、退屈な時にチャウチェスクの最後の日の映像を見ると楽しい気分になるのは私だけかしら。